そう、なんか眠いっていうか明日早くて、そう昨日もね夜遅くまでで、今日朝早くて明日も早くて、明日からね大変なので、今日は15分だけにします。そう昨日はね、そう AKB のシングルのアイドルなんかじゃなかったらの発売日でいろいろあったんやったんですけど、そうお見送り会とかもファンの方とか来てくれて嬉しかったし、あこういうファンの方いるんだっておもろかったしです。うん、でそうツイッターでも言ったんだけど、愛子さんのライブにね当たってて、まあ、行けなかったんですけど、本当行きたかったんですけど、そう NHK のホールの近くのタワレコ、渋谷のタワレコで、だから近いからワンチャン行けるって思ったけど行けなかったですそう、で配信があって、配信の後も撮影があって、もう本当に終電ギリギリで帰ったから、もう昨日家に帰ってお風呂入ってヤクルト戦なんで寝たらもう朝で、でも朝もうレッスンだったんだけど、もうめっちゃ眠くて、もう起きれなくてね、起きて10分で家出ましたでも明日はもっと朝早いので、で夜遅くて、てかガルアワの日、ガルアワの日私本当に朝早くて夜遅いからちょっとショールームできないかも、てかできません。今月の最後の日はショールームできません。今日はマックのナゲットをめっちゃ久しぶりに食べたんですけど、美味しすぎてうまって店の中で言いそうになりました。なんか柚子胡椒のさマヨネーズのつけるやつがあって、あれがめっちゃ美味しそうだなって思って食べてみたいと思って食べた。いや美味しすぎた、美味しいって思って、その後違うねハンバーガー屋さんでナゲット頼んで食べたんだけど全然違った。もうマックの方が1億倍美味しかった、マックのナゲットうん我慢してるのだって。いやマックね、ほんと1年にマジで2回ぐらいしか食べないんですけど、そう今日は整骨院にレッスンなど整骨院にね予約してたから、それまでの時間がちょっとあったから10分ぐらいだから、あナゲットぐらいは食べれるやと思ってナゲットを食べたらうまって思った。
マック食べたのに他の店のも食べたんだ。そう、マックの食べた後に他の店のも食べたけど、マックの方がめっちゃ美味しかった。日曜日握手会行くようだと。お、9月1日待ってます。よろしくお願いします。来るかな、みんな来る方います？はーい、はお、星中って書いてある。星アル中アル中握手会買えなかった。え、買えないとかあるの？悲しい。アル中カラカラ、10月末に小田えり握手デビューします。待ってます。全額再開しないの？だって。私は運営さんではないので分かりません。握手会久しぶりかも。握手、人と握手することがマジでないから、人と握手するのも久しぶりかも。ちなみに握手会は指輪 NG みたいだって。あ、そうなの？で、そうだよね。待ってます。握手会でも結婚指輪は OK みたい。なんやねんそれ結婚指輪はいいけど、おしゃれでつけてる指輪は外してくださいってこと？自分は14日のオンラインを、え、オンライン14、もうすぐやん。もうすぐなんだ。もう秋だと思いますか？秋だと思います。ニンニク豚骨食べてない最近。うん、いや、なんかさ、疲れが取れない。なんかそんな
明日も30度、マジ暑いやん。最近寝るときにクーラーつけてないんですよ。久しぶりにさっき寝たときにクーラーつけたらめっちゃ喉痛くて、うん、そう。もうクーラーはいらないよね。だってでも今つけてる今はつけてますうん。扇風機にする。だって扇風機か、部屋に置く場所ないな。ここ4年クーラーつけてない。え、嘘でしょ。すごい。熱中症気をつけてね。なんか今日整骨院で、整骨院の先生は自分がアイドルだって知ってるから、なんかあーって、なんかアイドルだからこそなんかやりたかったり、なんかやりたいけどできないみたいなことってあるのみたいな話になって、わあアイドルなんかじゃなかったらだと思って、あ、後からその時は思わなかったけど、うーんと思って、マジでなくて、そう、なんかうーんって、なんかこういうことしたらイメージが壊れちゃうとかあるのかなみたいな話になった時に、うんって、でも私はって、なんかファンの方の前とかで全然あくびしちゃうんですけどって、喜ばれますって言ったら笑った。そう、なんかあくびしたらありがとうとか助かるとかって言われるんですよってそう、そしたらえみたいなだから首は出ちゃうから、もし握手会であくび出たとしても、そんな何も思わないでください。これが、まあ、生きてる証拠なので、生きるってことなんですよ。あくびはマジで、あくびって生きてる証拠だから、私のあくびって退屈とかじゃないんで、はい。よろしくお願いします。話が退屈なのかと思ってました。え、違う違う。お、むしろアイドルらしいことしないだって。え、すごい楽しく歌って踊ってるのに、アイドルらしいって何ですか。逆にウィンクとか投げキスとか、どのみんなにはどのアイドル像があるの。逆に ではランキングいきます。13位 V
ブルークラスイズ12位、大粒ちゃん11位、秋元太郎10位、中堅9位ファデル、8位直樹、7位くるりん、6位すみぐるい、5位みやちゃん、4位まあとだし、3位プーマ、2位ごめん先生、1位直樹、ありがとう。ということで本日の配信ありがとうございます。また明日配信できたらお願いします。バイバーイ。